スプーンの方が楽だけど、基本的にお箸にしてるもんね。それを見てから、ちょっとなんか無理になっちゃった。ロボットを使ってやるから、ロボットのとこに落ちると次のドンにつく。あ、そうなんだ。ロボットでやるんだ。ロボットというか機械か。なんか、こう、汚らしいって言ったらあれだけど、お店が若干汚れてるとかそういうのは全然気になんないんだけど。そういうとこは気になっちゃうんだよな。牛丼あるあるを早く言いたい。牛丼あるあるってある？食洗機でまとめてやるから入れるやつが雑だとかぶさって洗われてないだろってやつが出てくる。でもあれないよな。どんだけそういうの気にしてても、テイクアウトで食うより、店の中で食った方がうまいんだよ。間違いない。外で食っても別にテイクアウトで食ってもうまいんだけど、店の中で食う牛丼がいっちゃうまい。マジで店内補正は間違いなくある。なんでかは知らんけど、出てきて速攻食って、その店にいる時間はめっちゃ短いはずなのに、あれがうめえんだよな。今のプレイヤー？え？
やべ、これ事故る気がする。待って、やべ。ねえ、まあ。
まずいな。マジで。くっそ。